Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. この刀で道を切り開く。はい、どうも、こうせいです。よろしくお願いします。はい、皆さん、今日はですね、チョコペンを作っていきたいと思います。飲食店ならよくあると思うんですけれども、電話がかかってきて、すいません、今日予約したいんですけれども、一人誕生日の人がいて、デザートの盛り合わせかなんか作ってもらえませんかね。飲食店ならよくこういう相談があると思うんです。その時にですね、ささっとデザートの盛り合わせ、しかもハッピーバースデー、何々さんおめでとうっていう風にチョコペンでかけたら喜んだりしてくださるので、そういう時のためにチョコレートペン今からですね作っていきます。さあやっていこうか。はい、そうしましたらチョコペンを作っていくんですけれども、チョコペンはもうシンプルです。ココアパウダーを準備してもらって、ココアパウダーの中にココシロップを混ぜるだけです。よく市販で売ってるバーホー店のココア、今日使ってるものは違うんですけれども、一般的に使うんだったらバーホー店のココアと、あとはハーシーチョコシロップっていう商品がありますので、そちらで作ってみてください。そうしましたら、ここの中にココアパウダーの中にチョコシロップを入れて混ぜてください。そうしましたら、ココアパウダーが 20g に対してチョコシロップが 80g でした。うちが使っているココアパウダーとチョコシロップがその分量で良かったんですけれども、ちょっとですね、他のメーカーさんを使うと、もしかしたらブレがちょっと出てくるかもしれないんで、ここら辺はちょっと感覚になるんですけれども、ツヤが、出て、こういう風に、若干糸引くみたいな感じになったら OK です。で、この時にしっかりダマができないように混ぜてあげてください。この時にダマができちゃうと、袋に入れて絞る時にちょっとダマでチョコレートが出にくくなってしまうんで、お願いします。こういう風なですね、企画袋を用意して、このですね、こういう風に、何カンカンの、コップとかでもいいんで、裏返してチョコレートを入れていきます。この時にあんまり柔らかい袋だと絞る時にちょっと破れてしまう可能性があるんで、結構しっかりめな袋に入れてあげるとやりやすいです。はい、そうしましたら、こういう風にですね絞って、で、あとはどれぐらいの太さで文字を書きたいかっていうところなんで、好きな大きさに切ってください。で、こちら保存方法なんですけれども、材料がチョコレートとココアパウダーなので、日持ちはすると思います。冷蔵保存してください。冷蔵庫に入れてたら固まってしまうんですけれども、ある程度。固まったら軽くですね、チン。レンジで軽くチンしてあげると、また柔らかくなって文字が書きやすくなります。あんまりチンしすぎると袋が破けちゃったりするんで、そこら辺は気をつけてください。はい、そうしましたら試し書きしたいと思います。とか書いてあげると、この中にジャムとかを入れてあげるとカラフルで、おしゃれというか可愛くなります。はい、こういう感じですね。完成です。いかがでしょうか。チョコペン一つあったらハッピーバースデーだけではなくて、いろんな行事ごとで使えるんで、ぜひ皆さん試してみてはいかがでしょうか。ハッピーバースデー。今日はチョコペンだったんですけれども、急なお祝い時だったりとか、サプライズパーティーだったりとかに対応できるように、こういう風な技を持っておくとものすごいね、お客さんに喜ばれるし嬉しいと思うんで、やってみてはいかがでしょうか。今日はですね、初めての1日で3本撮りの一番最後の最後の最後のコメントのとこです。はい、そうしましたらよかったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。